投稿。はい、始まってます。始まりました。はい、始まりました。やっほー。もう早速勝さんがこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。皆さんお待たせいたしました。お、こんばんは、マックスさん。本日ですね、今からオープンツイキャスということで、はい、オープンツイキャスです、はい、ナポロのファンディングですね。今、はい、ページが公開されているんですけども、はい、笠木いちかちゃんの、ファンディングのページが今立ち上がっております。お、はい、間違ったよで、こちらですね、ファンディングのページ今載せさせていただきますね。はい、はい、マホズさん、ゆうくん、はい、あっちさん、こんばんは。いずみさん、こんばんは。ありがとうございます。もう慣れてますよね、でも、普通というか。まあ、そうですね。家でやってるので、はい。結構頻繁に皆さんと交流はされてるイメージがあります。そうですね。はい、休みの時はやってますね。はい、かわいらしいお部屋で。いや、マイメロ部屋です。あ、そうなんですね。マイメロ部屋なんですね。マイメロがいっぱいあります。はい、いちかちゃんこんばんは。かめちゃん、ね、こんばんは。はい、今ファンディングのページを送らせて、はい、リンク貼り付けさせていただいておりまして、はい、皆さん、見えてる方ですね。まあ、携帯で見てる方もいらっしゃると思いますけども、はい、うんうん、お、あ、もう早速ファンディングのページ見ていただいて。本当ですか。ありがとうございます。今リンクが貼られている分で公開となりますので。もう、あ、カメさん、お、ありがとうございます。はい、嬉しい。はい、ね、そう、すでにありがとうございます。ありがとうございます。リターンの紹介する前に嬉しい。早い。嬉しい。まず、紹介のページにもありますけど、一度、はい、あのラポルノの、運営のスタッフと、はい、打ち合わせをさせていただいて、はい、はい、しました。でそこから皆さんに、うん、多分リターン何がいいだとか、うん、笠木さんの方でこんなリターンがあったらいいなっていうのも、うん、あの詰め込んだプロジェクトになります。はい、はい、詰め込みました。紹介ページにもありますけど、うん、あの、とにかく食べることが大好きと。はい、もう食べるリターンが結構、食べることで食べるリターンばっかりになっちゃったけど、はいはい、一番ね、そう、私も楽しめるし、うん、ね、一緒にね、うん、共有できることかなと思って。うん、まず一つ一つ、まあ、皆さんも今日ページを初見だと思いますので、うん、はい、一緒に見ていきましょう。はい、プロジェクトと一緒にリターンの紹介ですね。していこうと思います。はい、はい、まずですね、一番最初に、まあ、お布施ですね。今回撮影をさせていただきますので、はい、まあ、その撮影のプロジェクトに、プロジェクト500円、なんかもう来てますね。お、今29、おお、まあ、ね、すごい、まだ3分ぐらいしか経ってない。すごい、ありがとう、嬉しい。すごいですね。あの、お布施の500円から紹介していきます。はい、まだね、今から紹介、まだ、はい、ちょっと一つずつ、はい、まあ、これはこの、支援とかリターンなしのプロジェクトですね。なしで500円だけでも、はい、少しでもよろしくお願いします。あとは生チェキ、ね、はい、チェキ、これは、直筆のサインと宛名付き席になります。はい、サインと宛名書きます。これあの撮影の当日の日に、はい、あのパシャパシャ撮らせていただくので、はい、まあ、どんな衣装というか、うん、うんうんうん、なのか、まあ、私服なのかっていうのは、うん、まあ、お楽しみです。先に分かるってことですよね。先に届くってことですかね。撮影の後に発送するの で後に分かります。あ、その、はい、内容が公開される前に届くってことですよね。でもチェキは、だから衣装が先に見れるってことですよね。
次エンドロールですね。おお、こちらの作品の最後にお名前が、お名前が載る。わで、次 DVD です。お、はい、 DVD です。こちらはオフショット映像付きと本編の映像の、はい、セットになります。セット1枚に入るってことですかね。1枚の画面に入ります。あ、はい、1枚にたっぷり詰まります。内容が、内容がで次に、こちらも DVD なんですけど、うん、先ほどの DVD は本編とオフショットなんですが、こちらの、うん、DVD はさらにサインと宛名がつきます。うん、なので盤面にサインと、うん、その方のお名前を、お名前も書く。はい、はい、で次お手紙ですね。おー、お手紙、これ直筆のお手紙になるので、はい、お手紙を書いて、でなおかつ、うんうん、こちら映像付きになるので、書いているちょっとした姿と、うん、最後に封を閉じる、場面と、うん、まあ、何々にさんへっていう場面を映像にして、うん、一緒に手紙とお渡しします。うーん、はい、映像は何、 DVD とか映像はですね、うん、データとしてお渡します。あ、データ、はい、なのでその方でしか見られない、見られない URL とかリンクで、リンク先に動画が貼れてて、はい、見れるっていう形ですね。はい、こちら2名様限定です。お、これもいいね、手紙なかなかそうですね、なかなか今のね、書いたことないかも、私、ね、うん、いただくけど、はい、では次こちらも DVD なんですけど、先ほどの、サインと宛名付きオフショット、あ、うん、警部入りました。本当？ああ、すごい。警部、嬉しい。ああ、ガス、ありがとう。イルミネーション。ねえ、そう、マネージャーも今ニヤニヤしております。嬉しい、やったー。あ、定番入りましたね。私も初めてだから嬉しい。そうですね。うん、あの、大井競馬場。大井競馬場、やったー。行っちゃった。あ、ありがとう。あ、もうリベンジ。楽しみだね。楽しみ。はい、この、まあ、紹介文にも書いてあるんですけども、はい、あの競馬場に関しては、うん、あの本当にマネージャーさんおすすめのデートスポットだということで、はい、今回ね、はい、初めての参加。うん、はい、楽しみ、はい、ありがとうございます。石田さん、こんばんは。はい、競馬行っちゃった。行っちゃった、やったー、はい、楽しみます。で今プラスで、はい、贅沢さんから、はい、刺し飲みと、お、あと和洋中の食べ、ご飯、お、ご飯食べようですね。ありがとう、贅沢さん。はい、いっぱい食べよう。2つリターンを支援していただきました。はい、ありがとうございます、はい、やったー。、うん、はい、ね、はい、すごいですね、競馬、ね、競馬と、うん、刺し飲みとご飯と、はい、ご飯も食べれますからね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、こちらですね、あと DVD、まあ、はい、すみません、話がね、途中で申し訳ないけど紹介しながらでですね、はい、先ほどのアテナ、サイン、オフショット映像にプラスして、うん、ビデオメッセージ付きなので、まあ、ビデオレターと一緒ですね、うん、支援していただいた方にお礼のメッセージだったりだとかコメント付きで、その一つの DVD に入ってます、うん、はい、こちらも、こちらが DVD としては最後ですね、3枚 DVD が今回リターンに入ってます。リターン DVD3 枚あります。はい、あ、画面フリーズしてました、すいません。あ、本当、でも映ったみたいですね。はい、動いてるかな。大丈夫。次に、目覚まし時計ですね。こちらはすごい、これも前回なかったから。あ、すごい、うん、前回なかったボイス入り目覚まし時計初めて。なかなかこれ人気ですよ。ねえ、はい、ね、でもすごいね、ボイス。ボイスが目覚まし時計なんですけど、これは、うん、20秒、20秒、60秒ということで、うん、3パターンの音声を入れることができる目覚まし時計です。で、その3パターンも、審査さんに要望が聞けるので、うん、こんなことを
言ってほしいみたいなっていうのが、まあ、叶えられるので、これもいいかもしれないです。終わってからの、あ、2つ結び叶え、こんばんは、ありがとう、はい、センサー確認さんこんばんは、ひらさんありがとう。2つ、そうですね、あのさっき一生懸命そうそうそう、今日ツイキャスツインと三つ編みどっちがいいって言ってたんで、うん、やっぱツインの方が多かったのでツインにしました。で次ですね、ここからは多分あのもう本当にご自身で考えていただいたものなので、うん、はい、もう思う存分こんなリターンができましたということで、うんうん、はい、紹介していただければと思います、うん、もうね一枠入ってますけど、お、うん、これ4あの5枠なので5枠あります。あ、2人がありました。お、2人目、2人になりました。橋の実、今2枠入って2人入ったので、あと3枠ですね、残り3です。3枠、はい、のもの も, でも、でこちらは、まあ、橋の実なので書いてある通り、はい、1時間、はい、まったり、はい、飲みましょう。はい、あ、先ほどですね、はい、うん、うん、一緒、あ、ありがとうございます。まったりしましょう、はい、うん、1時間を予定してますが、うん、なんと、はい、あ、2枠までは、2枠までは取れる、取れます、なので、まあ、マックス2時間、はい、お、マックス2時間、はい、できるそうです。お願いします。なので5人なので、ね、波数の形で1時間になりますけど、はい、お、はい、シュウエイさん、はい、黒玉さん、こんばんは、こんばんは。今日も可愛いですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、嫌いな食べ物はないです、何でも食べますよ。苦手なものもそんなにないですか。ないですね、うん、何でも、何でも食べる、何だろう。次です、あ、これはもう競馬場は、はい、パクチーも好きですよ、ズミさん。パクチーも食べる、競馬場次なんですけど、はい、これですね、うん、2枠あるんですね、はい、なのであとお一人、はい、しみます、一緒に2回行けますね、2回。まだ競馬1枠。ホヤとか、ホヤってな、貝殻、そうですね、ですよね、はい、大丈夫です、多分食べれたと思う、うん、貝は大好きなんですよね、貝美味しいですよね、貝美味しいです、お酒に合うし、うん、はい、でこれ今競馬場ね、あの出ましたけども、はい、競馬場、打ち合わせの時はこう本当に知らなかったですもんね、大井競馬場存在を、存在、はい、そうですね、調べてイルミネーションとかあったから、おい、すごい競馬だけじゃなくてそういうデートっぽいこともねちょっとできるんじゃないと思ってね、入れてみました。楽しみですね、はい、楽しみです、一緒に、うん、差しのみが2枠、贅沢さん、お、ありがとうございます、ゆっくり飲もう。2時間過ぎです。ありがとうございます。あ、冬だからね、イルミネーションは競馬場は綺麗そうですね。ね、そのね、綺麗な時に行けるといいですね。そうですね、うん、あとはもう、そうそう、イルミネーションがすごかった。万馬券は出てもらうっていう。そうですね。券ね。当たるといいですね、本当に。私もちょっと YouTube で勉強しておきます。ビギナーズラックってやりますからね。うん。最初ね、当たる、はい、安く。ね、イルミ楽しみ、はい、うん、で次ですね、こちらが、はい、関西ですね、はい、関西の食い倒れ、食い倒れツアーですね。こちらに関しては、2枠あります、はい、2枠お二人、はい、よろしくお願いします。これはあの3つ候補をいただいてますが、はい、大阪、京都、神戸、どこもね、お仕事で行ったことがなくて、あ、どこもですか、
そうそう、だからファンの人と会ったりしたことないので、うんうんうん、そちらの方とねお会いできたらなっていう感じがありまして、そうです、ね、まあ、あと、まあ、プライベートでも行ったことはあるんですけど、なんかゆっくり食べたりとかはあんまりしなかったので、うんうんうん、食べたいなと思って、はい、前ツイキャスでも出たけど、まあ、大阪とかだったらもう定番カツとかたこ焼きとか食べたいし、うんうん、京都だったらなんだっけ、湯葉が美味しいって言ってたファンの人が、あと神戸牛、うんうんうん、肉が美味しいって言ってて、うん、これもう全部行けたらいいですね。でなんか景色も綺麗だから、京都とか神戸とかは、街、うん、並みがいいですね。そう、街並みが綺麗だから、そういうのも楽しめるかなと思って入れました。どこ行ってもでもこれ楽しそうですね。うん、楽しいと思います。うんうんうん、楽しみです。あ、ね、行きたいなと思って、はい、うん、あ、確かに。あ、今ですね、いい、プラスでまたカメさん、ありがとう。ありがとうございます。お、ちょっともう枠一つじゃないですか、うん、差し飲み、お、差し飲みあと一つになっちゃいましたね。なるほど。なるほど。なるほど。残り一枠なんで、あら、あと誰かね。今日お前そうな気がする。もしよかったらあと一枠なのでお願いします。はい、ね、秋の京都ね、秋に行けたらね、いいよね。そうですね、うん、もう本当秋ですよね、肌寒いですよね、うん、あっちゃんこんばんは。名古屋ね、イベント行けたら行けます。はい、あと一つです。こちらの、関西の大好きな街ですね、うん、の、はい、食い倒れに関しては4時間のデートプランです、はい、4時間になってます。はい、で枠も、お二人ですね。はい、はい、二人お願いします。次ですね、こちらもご飯系ですね。こっちもご飯系、はい、ただこれはもうご支援が入ってしまったので、 はい、ありがとうございます。和洋中何でもいいよってことで、はい、もうお任せでおすすめなお店教えてください。はい。はい、でも本当食べてる姿可愛いですね。ね、なんかそう、もぐもぐタイムよくツイキャスでもやっております。なるほど、もぐもぐタイム。そうそうそう、夜ご飯です。夜ご飯9時ぐらいからいつも食べてるので。手作りとかですか？そうですね、適当に肉焼いたやつとかと、まあ、お酒とか。それいいですね。うん、食べながらね、いつもツイキャスしてるもんね。うん、ありがとうございます。そうですね、関西現地集合かということで、京都良さそうですね。うん、現地集合になりますね。はい、うん、私が行きます。で、次に北海道。はい、はい、北海道、はい、海鮮が大好きですね。海鮮がぜひ味わえたらなと思います。行ったことないので、ずっとテレビとかでね、いいなと思ってよだれ垂らしながら。安くて大量にね。そうなんですよ、もうそれがまたもう丼とか量がね全然こっちと違うから、海鮮はもうすごい美味しそうなんで、ぜひご支援いただけたらと思います。こちらも4時間こちらも4時間ね、一枠なので、一枠お願いします。海鮮はいいですね。海鮮楽しみです。貝とエビと、うん、そうですね、エビとか貝とか、ね、ウニ、何でも好きですね。うん、4時間で食べれるところ、そうですね、もうフードファイター並みに。あ、でもなんかね、聞いたら空港が自体にもうお店がいっぱいあるから、はい、もうそこをゆっくり巡ってもいいねっていうお話で北海道の方が言ってあれたから、うん、北海道広いからね、こう移動すると結構時間、移動に時間かかっちゃうみたいなので、でも空港でもそうやって楽しめるみたいだからいいなと思って、うん、いっぱい
ああ、いいですね。毛ガニ。てか、カニ食べなんたかすごーい。くお土産めっちゃ買って帰りそうですそね。う、お土産もね、買っていきたい。いっぱい買いたい。お土産、おつませみくとださか、い。おつまみとか、ねああ、いいですね。え、ありそう、いっぱい。もういっぱい買ったらもうあれです生ね。ものじゃなくてもね、乾うん。燥したやつとか、美味しいのがありそう。鮭とばとか好きなんですよね、私。おお。北海道の 酒。私もネットでこう頼んでますもん、今。こう、固い肝みそたいなやう、そう、つですよ鮭ね。の乾燥して固めたやつ。あれ、焼いても美味しいですもん美味ね。しいです。そうそう、なんなんかスルか。メみたいなね、こう感じ、用途で焼いて食べるの美味そう、しいめっちゃで美す。味しいです。めっちゃお酒に合います。飲んでですね、飲んで 飲んで 食べます。飲んでおります。 ああ、渋いものが好きですねって。あ、そう、顔に似合わないですか？確かにツインテールですね。お酒とお酒ね。とか。 いや、そうそうそう、でもね、好きだから、全然やっております。北海道もね、今魅力6がある。名の方がお、ありがとうごござ支い援いたまだす。いて、金額が56万ですね。今ご支援が入りました。ありがとうございまはい。す。嬉しいです。やっぱリア鮭ルとでばね、空会え港るっにて全いうの部はあ嬉る。しいおお、やっです。ぱ空港いいですね。全然移動しなくて空も港もなんか大き楽そうしですめ、ね。なんか大きくて店もいっぱいあるよって言って聞いたので、楽しみですね。ぜひご支援いただければ。 私が行きます。 北海道まで。そうですね、北海道まで。なかなか多分イベントとかでもそんな頻繁にない土地だから、行ければそなうですと思ね。いまそす。うか。のみのみさん、競馬場2枠埋まりましたね。おお、やお、ったー。イエーイ。やったー。競馬場楽しみんなやめっぱりこう、る。支援した方は、見てるか分かんないですけど、競馬は得意というか、知ってるんですかね。ねえ、知ってありますか、競馬。なんか教えてもらいながらね、やったりもいいですけ教ど、え始て。めながらでね、やっても楽しいと思いますが。いや、楽しみ。いいですね、写真を嬉しい。すごい多分撮ると思いますよ、イルミネーション綺麗だと。いっぱい撮りたいですね。もうこれで7名の方ですね、ご支援。あ、競馬知ってる。かつ知っ知てってる。た。教えてもらおう。もうぜひ本当万馬券当てて帰ってきてください。ねえ、当たったら本当いいよね。チャリーン、チャリンチャリーン。当たったらいいですね。ちょっと負けたらこうちょっとズーンってか ずーんって、ずーんってするけど、当たったらめちゃくちゃ面白い。でもまあ煙で知ってるって言ってますけど、こうご飯とかね、どんなのがあるんですかね。なんかね、ああいうとこも食ああいうべこうる屋台ものが飯みね、たいな、ありますいいよですよね。ね。そういうのも見てみたいな。で、場所結自構食体べるんですか、普段から。めっちゃ食べますね。全然想像できないですね、その小柄な体に。そうですか。全然食べあ、ひまねみす。さん、今夜ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いっぱい食べるので大丈夫です。 巡れると思います、全然。残さず食べますか。そうですね、基本残さないっていうか、残すの嫌ですね。お酒飲みながもっらでたいもない。食べれる。私は食べ物がないとお酒が飲めないんですよね。おつまみがなんかあった方がお酒が進むので、そうなんですね。お酒だけはあんまり飲まないです。なるほど。そう、いつもなんかつまみながお酒は何が好きですか。ら。 お酒はそうですね、なんだろう、何でも飲むんですよね、ご飯に合わせてっていう感じなんで。でも家ではだから結構鶏肉を焼いて食べることが多いんで、レモンサワーが多いですね、お家では。好き。大好きです。結構 種類いい出でますしたよもん、ね。最近そう、は。最近美味しいから、レモンサワーもいいことですね。 なんか食べそう、もう食べないとね。レモンド美味しいですね。レモンドいろいろ種類ありません？今なんか蜂蜜、
ります。で最近なんかそのレモン豆結構甘いから、私あの炭酸を継ぎ足すっていう炭酸水を、そしたらちょっともうちょっとシワシワ感があって、なんかレモン感がより出るっていう。しいです最近炭酸を継ぎ足してます。あれこれ薄くならないですか？あでもそんなんか炭酸が増えるからかそんな薄い感じはしない。まあ氷とかは全然入れないんですけどね、そのままだってついでちょっと炭酸継ぎ足す。モーズさんがさっきの多分テーマ上ですかね、はい、ジャンクというか B 級グルメが多いですね。あ、はい、いいですね、 B 級グルメも。もうお腹空いてきたよ。そうですよ、さっきからねちょっとお腹が空いてますっていうふうに聞いてたんですけど、こんな話してたらお腹が、お酒とね、うん、あのご飯が、そう今日、はい、今日終わったら明日休みなので飲みます。結構飲むんですか？量っていうか量、あでもお家の時はやっぱそこまで、うん、飲まないんですけど、うん、飲み行くと全然朝までとか、あんまりあんまり今の感じでずっと飲める、うんうん、まあ、ちょっとおしゃべりにはなります普段よりは、うんうんうん、でも全然そうそうそう、いつものご飯の時間だから、だいたい9時ぐらいにご飯食べながらツイキャスしてるから、うんうん、そうまだ食べてないのだから、うん、皆さんもねまだ食べてない方もねたくさん、ね、うん、いると思います。いると思うので、そうですね、はい、はい、すごい、あでも今日の方ありがとうございます、本当ご支援いただけて本当に嬉しいです。贅沢さんが追加ですね。お追加、あ DVD ですね。あ DVD ありがとうございます、はい、俺のメッセージ付きのやつですね、一番高いやつですね、うん、お、はい、メッセージ書きます。DVD でも嬉しいですよね。オフショットもついてて。うん、記念にね、物として残るから、はい、うん、すごいいいと思う。思い出になる。うん。はい。なんかもうデート埋まっちゃったんじゃないですか、全部。なんかもうないんじゃないですか。デートもうなくなる。終わっちゃう。あとは北海道と。北海道と、まあ、関西の、関西の方、地方の方が、と差し飲みがあと一人で、まあ終わりますね。そうですね。あとまあデートで、デートというか実際に会えるものに関しては3名っていうことですね。うんうんうん、なるほど、はい、3人よろしくお願いします。すごいですね、もっと一日で終わっちゃう。終わっちゃう。足りなかった。なんかもうみんなね、プラン追加しないんでしょみたいな。プラン追加しなきゃって。他にもあったんでしたっけ？なんかこんなリターンがいいよっていう。他なんかあったっけ？うーん。でももぐもぐ系でしたもんね。なんか。うん、そういう話をずっとしてたから。そうで各地そう何ご飯どこの何が美味しいっていう話をね、まだツイキャスでしてた。いいかも。逆にそうだよね、から、うん、でどんなのがいいかっていうのね、あ確かにいいと思います。追加するならどんなのが、どんなのがあるといいですか？会えるのがね、会える系もっと欲しいっていう感じですかね、うん、あそうそう食べ物のね話ばっかりだったので、うん、そうですね、逆にちょっとレア感出して食べ物じゃないのとかね、うん、なんかご要望だけは聞くことはできます。ご要望だけご要望、はい、ご要望わ、はい、からないけど、あの金があるので、まあ、また話し合って決めたいと思いますので、はい、もし会える系ですね、撮影会、うん、あ撮影会、撮影会あれがいいかな、あのポートレートみたいな、あそうです、ね、ちょっと外歩きながら、そうですね、撮影室内は私毎月やってるから、うんうんうん、外でポートレート撮影会とかはいいかもしれないですね、うん、普段やってないので。石田さんありがとう。お仕事ね、ポートレートいいよね、うん、的にもいいんじゃないですか、
かな、うん、時期的にも紅葉系とね、はい、とか冬はそういうイルミ系と撮れたらいいですね。自然光の撮影会、ね、ああは結構希望がありますね、うん、もし追加できたら、はい、うん、していきましょう。あのね、私服のね感じが撮れていいですよね。うん、差し並みはまた増やせば入りそう。ああね、そうだよね、すぐ入っちゃったからね、差し飲み。夕方から夜にかけて、全然いいと思います。うん、昼の部と夜の部とあってもいいかもですね、うんうん、はい、なるほど、ありがとうございます。なので、うん、今本当にねリアルで会えるのが3部だけなので、うんうん、皆さん他にご要望があれば他に撮影会以外とかは何かありますか、はい、うん、可愛いか綺麗かどっち、どうだろうね、どっちがいいですか。最近でもね可愛い系、こう今日もそうだけど可愛い系最近自分でも選んじゃいます。うんうんうん、なんかね波があるんですね、私服も。綺麗系になったり可愛い系になったりコロコロ変わるんですよ。このリターンとかの写真見てもちょっとお上品な感じ、お上品な感じ。そう、夏服は結構ねロングワンピで綺麗系が多かったけど、なんか冬服はどんどんこういうフリルとかになって可愛い系になっちゃいました。ツインテールだとやっぱ可愛い系ですよね。うん、ツインテールみんな好きだもんね。ご飯が全部写真もご飯、私ご飯の写真、うん、自分は違うけど、はい、嬉しいな。すごい2枠で買っていただいてますかね。でも、うん、もう入デート入ったから、うん、もう楽しみ。嬉しいです。ついに大好物か、ついに大好物か。あ、間に合った。お、サゴキンさんこんばんは、ありがとう。乃木坂衣装かわいいよね、私も好き。タイプでポートレートね。でも外でこんなブリブリな衣装になっちゃう、他の人が撮っちゃいますよね。そうなるとね、なんかちゃんとしたスタジオとか綺麗なところで、ね、今日はね撮れるとね、まだもぐもぐしてないですね。今日はもぐもぐしてないです。これからですね、これからもぐもぐです。はい、もぐもぐとあのアルコールが、アルコールが待ってます。はい、皆さん今知ってるんですね、フォアルコールとかお酒が好き。もう普段ツイキャスでもう飲みながら食べながらしてるんで、うん、ね、はい、うん、知ってもらえてると思います。で他にね皆さん、あの、はい、ポートレート以外に、ね、あ、そうですね、ポートレート以外にもしプラン追加するとしたらなんかどんなのがいいですか、いいですかね、あったら今コメントくれるか、まあ、私のねリプとかにも、うん、いただけたらと思います、はい、うん、今の 総額だと、そうですね、何がいいかな、ね、何がいいかな、今の外と撮影会と差し飲み追加とか、はい、会える系か、会える系、うんね、何がいいですかねって、ね、うん、何がいいかな、あ、ポートレートはいいと思いますね、うんうんうん、例えばポートレートもねちょっと時間長くしてランチからのカラオケ、ダーツ、ボーリングあたり、あー、あー、遊ぶ系、いやカラオケはやめよ、私歌歌えないから。うん、カラオケ、ダーツ、ボーリングでお願いします。ボーリング得意ですか、普通でしょ。ボーリングはそうですね、得意ではないですけど遊びには行ってました、前高校の時とかは。ボーリング、カラオケあかん、あかんか、私歌下手だからダメ。ずっと歌ってるのを聞くなったらいい。そうですね、皆さんが歌ってるのを聞き役ならいいです。歌えません、ダメです。あ、歌ね聞きたかったね。いやーん、そうだよ、歌 NG 知ってるでしょうよ。もうすぐね、ダメって言ってるから、はい、歌ってとか言われる。
たね。みんないじめてくるの。歌えないって。サスケさん、はじめまして。はじめましてですね。朝木ちかです。そうですね。遊ぶ系いいですね。うん、遊ぶ系、ボーリング、ダーツぐらいだったら大丈夫です。どっちもやったことある、はい、から、うん、はい、楽しめるんじゃないかなと思います。NHK? ああのお台場っていうこと、はい、NHK ってどこだ、あ違うか、それ富士テレビか、うん、NHK は違いますね、 NHK 違いますね、すみません NHK 行ったことないです、で私ね、そういうのもいいか、テレビ局テレビ局デート、うんうん、テレビ局デートそんなのあるんですか、作って遊ぼう知ってますよ、うんうん、ダーツは道具欲しくなっちゃう、ボーリングかな、あーね道具 ね、うん、ボーリングもいいかもね、うんうんうん、結構広いしそんな密にもなんないし、うんうん、ボーリングいいかも、はい、はい、ありがとうございます、はい、皆さんね、他にあれば、うん、まだねちょっと時間、そうですね、まだ、はい、はい、ご要望は聞いて、はい、でこのクラファン自体が2週間になってますので、はいはい、それまでは何でも、でね、2週間になるので、うん、10月28日の24時まで、までよろしくお願いします。28日ですと、うん、水曜日ですね。はい。2週間後。あ、はい。水曜日。はい。はい、なのでこれは24時まで、はい、はい、延長はしないので、よろしくお願いします、はい、その間にね、うん、追加が、ね、あ、そうですね、あれば追加すれば、はい、また入れましょうか、はい、はい、目標、はい、目標はまあ今いくらでしたっけ、今が74、まあ、100はそうですね、今からだと100もっと上行きたいですね、はい、前以前ね、まあもう50ぐらいだったから、ね、もうねそう、もう前回からは超えてるから、はい、ありがとうございます皆さんのね本当おかげで、はい、そう、3桁はですね、そうですね、3桁は行きたいかな、目標としては、はい、今回の作品の、ね、はい、形にもなりますし、そうですね、はい、皆さん集まれば、はい、よりいい作品が、はい、できて提供できるかなと、はい、皆さんに元気を与えれるような作品を作りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。どんな作品がとか何かあります？どうでしょうね、なんか温泉旅館でやったりとかそういう系撮ったことなかったから、で時期的にもいいかなとは思ってます、自分では。お酒も旅館で、まあ、ちゃんと撮影でね、はい、終わったからまあちょっといけたかなはい、はい、ね、目標100は絶対行きたいですね、なんとか頑張りたいと思います。いや、もうこれは本当にね、それ以上で、うん、まあ、できれば、まあ、200そうですね、はい、いけたら自信につながる感じにはなります。でも本当最近なんかリプとかもすごい増えてきて、うんうん、皆さんに本当たくさん応援していただけてるので、はい、本当それでなんか撮影とか頑張れてる感じです。本当皆さんありがとうございます。手料理、あーね、手料理会みたいな、オフ会みたいな感じですね、それもいいかもしれないです。手料理簡単なのだったら作れます。普段作ってるものだったら。たけさんこんばんは、ありがとうございます。今あれなんですね、北海道と差し飲みだけですか？いかですね。うん？枠が残ってるのが北海道。あ、北海道だっけ？関西。
そうですね、北海道と関西の方ですね。手料理、手料理、みんなの前で手料理もいいね。オフ会的な感じですかね。食べてもらったことありますか？ないです。初振る舞いになります、もし追加できたら。唐揚げパーティー。確かに唐揚げはよく家で作ってるんですよ。でもいろんな味があってもいいんですか？そうですね、唐揚げも塩とか、はい、ね、タレちょっとタレついたやつとか、うん、と普通のやつとね、うん、できるから。あー、 GoTo ですね、確かに今。あー、 GoTo で、うんうん、GoTo もね、なんかどうなるかでもね、なんかいろいろくるくる変わってますよね、うん、そう、よく知ってるな。唐揚げ好きなんですね。唐揚げ好きで、家でよくね、揚げてる、食べてるんですよ。みんなはまた唐揚げ、唐揚げ食べてるみたいな。そう、また唐揚げ食べてる。また唐揚げとレモンサワー食べてるみたいな。ねえ、最高じゃないですか、うん、そう、間違いないじゃないですか、唐揚げ。唐揚げ、ちゃんとしたご飯食べるか、白いご飯と、白いご飯と唐揚げと味噌汁 と、はい、とで唐揚げ結構多めに作って、そご飯はご飯の分で食べて、うん、あとは唐揚げとサワー、レモンサワーみたいな。黄金セットです。黄金セットです。そう、あ、そうですね、あ、か、あの唐揚げの味を知りたいみたいなことですね、うん、あ、でも普通ですよ。あのシンプルが結構好きなので、味付けとかはあんまり調味料とかそんなドバドバしないからシンプルですよ。らしいですよ。まあ、私のね、愛情がこもったやつを作れるかなと。自分で作るんだったらまあシンプルですよね、うん、やっぱりもうシンプルになっちゃいますね。すごいですね、みんな唐揚げ、うん、そう、味噌汁は毎日ね作ってますね。やっぱインスタントより自分で作った方がなんか美味しい気がします。ゆ、うん、いしね、インスタントで味噌汁ぐらいだったら簡単だから、うんうん、具材はいろいろ、最近なめことかもいるし、うん、野菜も結構ナスとかレタスとか、レタスとかさつまいもも最近作ったいい、ね、とかかぼちゃとかいろいろ毎日変えて。あなたの具材が豪華な、そう、ね、と豆腐ですけどね。何かと豆腐を組み合わせて毎日違う味噌汁を作るっていう。それはね、みんなね、唐揚げ食べたいですね。そう、それぐらいは。そうそう、油揚げとかもね、うんうんうん、もうめんどくさい時は油揚げと豆腐ですね。とわかペラペラってして、でもやっぱりあのご飯にいっちゃいますね。うん、ご飯。確かに食べ物ばっかり。食べ物の話ばっかり。唐揚げ率が多いっていうのがちょっとあのびっくりしました。いいね、でも、うん、みんなで唐揚げ食べようか。唐揚げパーティー、唐揚げパーティー、唐揚げとお酒ですか。そうですね、はい、みんなでレモンサワーと唐揚げで唐揚げパーティーも、はい、いいっていう気になるのもね、追加も、あ、追加決まるかはちょっとまだですね。まだね、今からちょっと案、はい、出た案から考えますね。はい。はい、本当今あの言うだけはただですよ、皆さん。はい。言うだけただです。そっから選ぶかどうかは、はい、こっちでまた話して金額とかもね決めていきますのでね、うんうん。楽しみが増えました。本当、うん、私も楽しみが増えました。全然自分でプライベートでなんかね、何も組み立ててないから、これからの楽しみは何も今のところ楽しみがないので嬉しいです。皆さんとボートレート一択ですね。まあ、ボートレートはそうですね、いいかも、入れて、うん、言うだけなら何でも、うん、何でも OK です。はい、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で今回のご支援に、関します。もちろんね、最初にお話ししたお布施だったりチェキだったり、はい、あの DVD も含まれておりますので、はい、あと、まあ、手紙と、ね、目覚まし時計もそうですね、はい、前回なかったので、はい、今回の記念に、ね、
なるかなとは思いますのでよろしくお願いします。2枠ですね。はい、はい、あとはその皆さんね、ラポのファンディングのページもう一度ね送らせていただきますけども、登録をしないと、うん、ご支援リターンとしてねご支援ができませんので、はい、登録は無料なので、うん、登録していただいて、はい、また見ること自体は全然登録なしでもできますけど、ご支援の場合は、登録が必要です、うん、あと決済は銀行振込か、クレジットカードの決済のみとなります、うん、カードか銀行、そうです、うん、銀行です、うん、はい、よろしくお願いします。はいに何かありますか？他に、皆さんのこんな食べるときにどんなお話ねするんでしょうね。いつも何話してるかね、みんなとね会ったときね。まあでもお酒の話とかばっかりしてる。あ、お酒の話。この間これ食べたよとか、差し入れとか美味しい、ここのやつ美味しいよとかいつも持ってきていただけるので。甘いのも好きですか？甘いのも大好きなんですよ。すごいよくあれですね、本当にそんな体でたくさん入りますできないです。イカ水だからここだけにバッてたまるんで拡散せずに多分出てるんでしょうね体に、そうそう、吸収する前に多分出てるかもしれないです食べた話ね、食べた話ね、多いよね。食べないとね元気出ないし、ほんとそうなんですよね。食べないとね、ほんと撮影くたばります腹筋になってるそうかな。でもなんかほんとね何もしてないんだけど、ほんとに腹筋だけついてるんですか？腹筋だけつくんですよ。謎です。何もしてないのに腹筋つくなんて、その魔法の魔法のエッチなのかな。エッチでインナーマッスルちゃんとついてるんですよ ね、 インナーが鍛えられてるのかな仕事であ、確かにそうですね。なんかこう消費も激しいんですかね、こう食べても結構すぐ食べれる。ああ、でも全然そうですね、うんうんうん、ムキムキダメいやでもね何もしてないんだよムキムキダメ。そう、まあ、私もね、そうムキムキになるつもりはないけど勝手になってるのお腹くらいだったね。お腹、そう、ね、お腹だけだからまだ、はい、お腹だけなんでみんなすごいですね。ドラゴンさんこんばんは、うん、めちゃくちゃ消費してる、うんうん、確かに消費してるからまだ食べれるのかも、うんうん、今はねまだ20代なので年取るとお肉になるかもね、これからね脱ぐとすごいんですよ脱ぐとすごいんですよ。皆さんね知ってるんですよね。うん、だね、見てる人はね。はい。食べるのは幸せです。はい、ではそろそろですね。はい。あ、スイパラの食べ放題が何かって書いてあった。ね、そうですね。食べ放題とかもいいのかな。うん。あ、これですかね。うん、甘いもの。甘いものもいいね。食べ放題でも食べれます、ね、スイーツ。そうですね、食べれますね。この間なんか行きましたね、抹茶のスイーツ食べ放題みたいなとこ行きました、うん、で友達で2人 で、 でケーキとかのケーキスイーツ、抹茶のケーキがいろんなパターンであって、もうそれ取って食べ放題行きました抹茶も好きだから。でも夏だったらこう甘すぎないところもあっていいですね。ああ、もうそういうのもいいかも。そうそうそうなんです。今時期だし、なんかもうあれですよね、男性がねそれについていけるかそうですね、スイーツ男子じゃないと、ね、厳しいかも、ね、見てるだけでうってなる甘いもの好きですか？可愛い秘訣は可愛い秘訣わかんない違うよ、みんなが可愛いって言ってくれるからだよ。うん、そう、
そう、ね、可愛くないって言われたら、可愛い。まあ、2ターンの候補にじゃあ言っときますか。そうですね、甘いものを食べ行く、ね、食べ行くプラン、甘いものツアー。あ、一人で行かれるんですか。そうなんだ。あ、でもスイパラご飯もありましたよね、確か軽いパスタみたいなのも。ご飯系。まあみんなですね、結構ご飯もそうですし、甘いのも好きなんですね。ね、最近甘党の人も多いね。爆買いとか。そうなんだ、いいな、スイーツも食べたいな、甘いものね。あ、でもね、あんま食べすぎると連日食べると私ニキビできるんですよ。あ、です、ね、続けて食べるとですね、この日はいいけど。なんで甘いものはね、やっぱ制限してます。ご飯は制限してないけど、お酒とかはいいんですね。そう、全然大丈夫です。まだ全然気にせず飲んでるけど、甘いものはね、まだね、ニキビができちゃうんですよ。なので調節してます、甘いものだけは。うん、濃いですね。お、ありがとうございます。シュエさん、ありがとう。甘いもの好きなんだね。うん、またやっぱりご飯系のお話が。うん、結局食べる系、情報が入ってきて、食べる系、あ、そうですね、皆さんからも情報共有がね、できて、うん、嬉しい、ありがとう。今34人の方、はい、ありがとうございます。はい、はい、では、うん、もうすぐ1時間経ちますので、お、はい、はい、他にございますか、うん、皆さん他に案があればお願いします。はい、あとね、まだページもありますので、はい、考えながらでいいので、はい、まあでも早めもちなので ね、 そうですね、人数が決まってるので、うん、入れていただけたらなと思います。はい、うん、ではここでですね、またちょっと最終の、うん、お知らせですけども、はい、ファンディングのページの期間は10月の28日24時までになりますので、ちょうど2週間後ですね、はい、の、24時で、はい、ページは終わってしまいます。ただその間にもしかしたら追加があったりなかったりかもしれないですけども、うん、まだちょっと今の段階では、うん、事務所さんとの相談もありますので、そうですね、はい、はい、相談しながら追加するかもです、ね、はい、はい、こちらも追加する場合は、追加になった場合はまたお知らせさせていただきますので、はい、お知らせします。はい、ではそろそろ、はい、はい、メッセージですね、最後にメッセージ、はい、そうですね、まあ今回は私も一緒に考えながらの内容になってるので、まあ一緒に楽しめる形を取ってますので、もしよかったら応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ではまた質問、はい、ね、笠木さんの方で随時結構頻繁にね、はい、配信されてるので、ツイキャスもしてます。ここで何かリターンとかがあれば、うん、はい、言っていただければと思います、はい、言ってください。はい、でもありがとうございます。はい、ありがとうございました。楽しみ。